あとは水のクリスタルね。ああ、水のカオスだ。あのさ、ジャックが怒るかもしれないけど、俺は黙っていられない性分だからさ。行くぞ。だいぶ古そうな砲台だね。起動はしてないか。全く反応なし。起動方法を探した方がいいわね。いろいろと動き出したみたいだな。無事会えたわね。行きましょう。なあジャック。なんだ、過去の話か。大切なことだと思わないか。だったら自分の胸にしまっておけ。大歓迎だ。やるぞ。ジャック、今がチャンス。手応えがなさすぎる。ジャック、物足りないって顔してるな。泣くわけないよな。どうも気力が冴えないな。俺はジャックについていくから。俺たちの故郷はこことは違う場所。カオスを倒して光の戦士になるためにこの世界にやってきた。ということは頭の中で言う。いいものかな。上の階に戻ろう。さすがに一筋縄はいかない。邪魔らせてあげましょう。なんとか勝ったな。だから問題ない。
やるか。近道ができたね。探索には重要な道だ。俺が思い出す故郷は草しかないんだよね。背の高い草の生えた草原と、あとは白い部屋、町とか村とか俺の家とか、そういうのが全然思い出せない。まあ家に帰りたいな。うちが思い出せないのに変だけどさ。
敵発見。敵発見。ジャック、やってやろう。警戒した方がいい。いい装備なんじゃない？嬉しいね。ジャック、今がチャンス。ギリになる。健康だ。さてと。敵がいる。やるぞ、ついてこい。手応えがなさすぎる。ジャックがいれば余裕だな。もいいか。当然頼めるか。死ねよ。マジしてるよ。なんとか勝ったな。勝ったんだから問題ない。俺ってさ、やるぞ。ここからだ。これで楽に戻れる。探索には重要な道だ。何かあるな。
力切れかも。進むか戻るかどうする。ジャックがいれば負けないさ。どうして過去を恐れるの？恐れてなどいない。旅先で見る風景がきっかけで俺はどんどん思い出している。みんなもそうなの？忘れていることに意味があるなら思い出すことにも意味があると思わないか？知るか。出てきたか。降りかかる火の粉は払おう。レオ、任せてもいいか。俺で行く。王将は切れそうだ。ジャック、ポーションがなくなった。気をつけて戦わなくて。次、だいぶ減ったんじゃない？ジャックが、ジャック！
ようだ。やめろ。いけるぞ。もういないな。少しは成長できたかな。この調子なら問題ないね。よし、次に進もう。敵がいる。叩き潰すぞ。ここからだ。変更だ。嬉しいね。助けを呼びつかれたか。壊しちゃおう。なかなか手強いな。いよいよいよ。さく、増援されないうちにやろう。これでいく。手当てしておけ。あれはキューブ。ここにあるんだ。覚えてこ。あの砲台、ここまでにあったのがおもちゃみたい。Thank you.
庫を払おう。次やれそう。どう？こうだ。行く。敵がいる。やるぞ。ついてこい。
は負けないさ。足を引っ張ったかな。ごめん。ここからだ。これで行く。これが動力源になっていたわけか。残りはあと一つだな。
出てきたか。さっと。ネオ、任せてもいいか。当然。発見。やるぞ。やるぞ。この程度なら負けないね。まだ先はあるんだ。頼むぞ。もらっておこう。残るは砲台本体ね。壊しとくでしょ、ジャック。当然だ。
大歓迎だな。ジャック、やってやろう。他の敵とは違う。みんな気をつけて。手隠しがいるから。早いうちに壊そう。手を待たせてもいいから。どうせ。霧になれ。壊しちゃおう。 うわあ、派手に壊れたね。見物だったね。ジャック、話は後だ。この先から強い敵の気配がする。頭の中で過去をいじり回してないで、目の前の出来事に集中してくれ。売れないね、ジャックは。魔物はもちろん、霧にも気をつけろ。他人の記憶が入り込めば、それはもう自分の記憶。自分自身でいたければ。余計な情報を入れるな。あの光、もしかして。やっぱり同じような攻撃をしてくるんだ。ここからだ。攻撃を妨害する機能があるらしい。レオ、任せてもいいか。ジャックに降りかかる火の粉は私が払う。何としても倒す。
霧が来る。ジェド、何をする。ジャック、俺嬉しくて。あなたと一緒ならうまくやれそうで。まあ、何でも命令してくださいね。あ、はい、すいません、黙ります。でも光の戦士になったら俺戻らないかも。こっちじゃ平民のガキですからね。平民のガキめ。残るか帰るか迷うのは後にしろ。うん。